江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら K 国民、便座があるから日本K国はいい国ですよね。便器の座るところですか、あれのことを言ってるみたいです、便座、はい、じゃあですね、こちらスレッド書き込み見ていきましょう。くーちゃんお願いします。日本K国はいい国だと思う。フランスでスクワットの姿勢でうんちするときとても辛かったよ。便器カバー、座る部分のない国が先進国？サービスエリアと公共トイレではほとんど便器カバーがなかった。ちょっと探してみたらそれも盗んでいくという。ああ、海外行くと座るところがないよという意味かな？でも圭国さん、便器のある場所に問題があると思うんだけどな。はい、じゃあね、こちらに対して圭国の反応いきましょう。はい、1人目、フランスだけでなくヨーロッパの方はみんなそうなんでしょうか。もちろん地域にもよりますが、フランスが一番ひどいと思います。マクドナルドもあるところにはコインとか入れないと大便器使えなかった。海外だと有料なところがたまにありますよね。ブラジルにも便座カバーなし、理由は万引き。取ってくんだ。やっぱりトイレ最新国は日本だよね。コンビニにも普通に高性能トイレがあるんだけど、わらわらヨーロッパでは2ユーロ、1ユーロで貸し出す方式だし。そうだね。そろそろ日本に住まないといけないのかな。いや、来なくていいよ。はい。情報世界トイレ協会は K国にある。アンモニアと香水を混ぜた臭い男と西洋で出くわした時は地下鉄でめまいがしそうになった。便器カバーがなければまさかただの空気椅子。はい、まずティッシュですごく敷いて解決しました。オーストラリアも同じだったよ。わらわら、便器にカバーはなくてトイレはすごく汚くて、チンでもここでしたくない。日本はトイレの綺麗なところが客の満足度に何気にたくさん影響するという。食堂、カフェもトイレが汚れていたら裁縫しなかったり、お客さんが少なくなるって。外で用を足したいときは K 国、日本が本当に最高のようですね。わらわら。いやいやいや、はい、じゃあですね、チャットの反応いきましょう。はい、ハロッズのトイレは高い。イギリスだよね。日本と K 国を一緒にするな。清潔感が全く違うからな。どうせ日本の真似したんでしょ。恥ずかしいから日本と並ばないでくれます。普通あるんじゃないの。わしの認識が間違ってるの。便座がないってどういうこと。和式ね。イタリアも便座を持っていかれるらしいよ。海外は便座盗まれるのはよく聞くね。私は K 国旅行に行ったけど、K 国ホテルの便器は落ち着かない。基本有料公共トイレでしょ。キッチンに便器ある K 国はいい国ですね。もともと便座はヨーロッパ発祥では。お前らの国はこの前までトイレすらなかったじゃん。わら、お前らんとこみたいにキッチンと同室なんと一緒にすんなや。イギリスも有料だった。汚な最高の国なんだろ。お前らと C は便座盗みは当たり前だろ。何がそろそろだよ。お前らに座らせる日本の便器とかないわ。来るな。K 国人は C 国のテレビ番組で K 国の便器は世界一って豪語してたことを思い出した。トイレの博物館あるんだっけ。お前ら本と下が好きだな。わら、あれでしょ、うんこ座りしてる銅像があるんだよね。で、なんか台の方をしちゃってる銅像あった。ニンニク男が電車にやめから倒れそうだった。バイ日本人。お前らは使用済みの紙を横に山積みじゃねえかよ。トトが置いてあっても下水が逆流するトイレは嫌だな。お前らケチュ拭いた紙をそこら当たりにしてるだろ。わら、玄関は家の顔、トイレはここよ。いつも綺麗にしてなさいと言われて育ちました。パクった便座どやって持って帰るの。抱えて。でも、お前らの国のトイレで悪臭でチンタジーいなかったか。
大便小僧。ああ、あるよね、ありますよね。はい、じゃあですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。最後まで江戸川メディアラボをご視聴いただきありがとうございます。お手すきでしたら、こちらの最新動画と人気動画もおすすめしております。ぜひこちらからチャンネル登録もよろしくお願いします。画面下で評価コメントもぜひお寄せください。動画投稿の通知が欲しい方はチャンネル名の横のベルをご利用ください。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。